こんにちは。ただいまよりネッツトヨタ福岡プレゼンツベルファイアダンストーナメント in 福岡ストリートパーティーを開催いたします。本日から明日までの2日間小学生部門と中学生高校生一般部門の2部門に分かれて進むダンスイベントとなっています。本日は中学生高校生一般部門をただいまよりスタートしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。申し遅れましたが、このイベントの司会を務めますラブ FM のルーと申します。よろしくお願いいたします。さあ、毎年本当に素晴らしいダンスを、ね、披露してくれる参加者の方たくさん今年もエントリーされていますので、ぜひ皆さんにはゆっくりと楽しんでいただきたいんですが、ここからは今回皆さんのダンスを審査していただく審査員の方々をご紹介したいと思います。それでは審査員の皆様、こちらステージお願いいたします。はい、こちらお三方ですね。ではお一人ずつご紹介していきます。まずはベルファイアダンストーナメントの主催者でありますネッツトヨタ福岡の高柳さんです。よろしくお願いします。そして LL ブラザーズのまさやさんです。お願いします。さらに今回特別審査員として参加していただきます小玉遥さんです。よろしくお願いいたします。それではせっかくですので小玉さんから一言いただきたいと思います。今日は間近でパフォーマンスが見れるということですごく楽しみにしてました。皆さんも一緒に楽しんでください。出演者の皆さんは頑張ってください。応援しています。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、果たして栄冠に輝くのはどのチームなのか、皆さんぜひ最後まで注目してご覧ください。それでは審査員の皆様は、あちら審査員席にご移動をお願いいたします。今回見事優勝したチームにはネッツトヨタ福岡より動画 CM 出演権が贈られるということです。そして出演者の皆様にお願いがあるんですが、本日はね、審査員席には本当に皆さんの憧れるダンサーの方も来られていますけれども、終わった後に、どうでしたこうでしたっていう感想を直接聞きに行っていくのはご遠慮いただきたいということですので、ぜひ皆さん、ご協力お願いいたします。ということで、ただいまよりネッツトヨタ福岡プレゼンツベルファイアダンストーナメント中学生高校生一般部門を始めたいと思いますが、その前に今回ゲストダンサーとして来てもらいました、九州男児新選組によるパフォーマンス披露していただきたいと思います。それでは九州男児新選組ご紹介させていただきます。福岡出身のメンバーを中心に小学生から高校生20名以上で構成された日本を代表するティーンエイジブレイクダンスチーム。人間とは思えない動きで見る人すべてを魅了するブレイクダンスを武器に、日本国内のメディア、そして世界各地のコンペティションで活躍しています。それでは皆さん、ここからは九州男児新選組でお楽しみください。僕らの登場、九州男児新選組、真ん中に注目。さあ、どんなステージでも踊っていきますよ。さあ、お客様盛り上がっていきましょう。九州男児ルーティーン。これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう、盛り上がっていきましょう。まず登場は B ボーイソーダ。さあ、コンクリートでブレイクダンス、もちろんストリートカルチャー当たり前でございます。 B ボーイ琥珀、ビビらずに、鍛えているので全然痛くありません。音に合わせてパフォーマー、京介。
し、バイバイコーチ。さあ、このベルファイアダンスコンテスト、まだまだみんなで盛り上がっていきましょう。盛り上がる要素をたくさんみんなで盛り上げていきましょう。ノリノリのパフォーマンスありがとうございます。さあ、このダンスコンテスト後半戦のパフォーマンス、九州男児突入しております。まずはみんなのルーティン。Freestyle,
ていきます。さあ本日出場の皆様もこのパフォーマンスに負けずに最高のコンテスト盛り上げていきましょう。もういいからみんな声を出して、声を出して、アクロバットはやりやすい。 B-boy ルキアン、アクロバットはやりやすい。パフォーマーソーダ、意味がわからない。ダイエットに成功いたしました。さあヘッドスピンの予定をキャンセルしてソータのブレイクダンス。もう少し練習いたします。さあ最後の最後で盛り上げていきましょう。バッシュ、もう一回で、オープニングパフォーマンスありがとうございました。それではみんな挨拶で締めくくりましょう。気をつけ、せーの、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。9品に新作組オープニングパフォーマンスでございました。もともとの構成の半分以上削ってコンクリートのブレイクダンス、ハゲたかな、大丈夫。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ゲストダンサー九州男児新選組にもう一度大きな拍手をお願いいたします。いや本当素晴らしいオープニングアクト。